ですね、今から行います新庄美佐子即興のコーナーであり最後の曲です。最後の曲です。ビールをおごって違いますね。普段はですね、皆さんから単語をですね、こう紙に書いていただいて、そこからこう抽選するっていう形なんですけども、それがめちゃくちゃ時間が食うってようやく分かりまして、なんで10個皆さんからポン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 って言ってもらったものをそのまま書いていくスタイルにしようと思います。なんで10個何か単語何でもいいです。ただ早口言葉はやめてください。パンケーキ、はい、いいよ。新宿、はい、新宿。超能力言ってないから。絶対無敵カンパニー。それうちのメンバーの伊達あずみの会社の名前ですよ。新宿、超能力、エスパーマミー。じゃあ絶対無敵カンパニー。タイム的カンパニー。森超クマ力。森、はい、森。絶対無敵カンパニー。はい。お電話ありがとうございます。株式会社絶対無敵カンパニーですって言いたいんですって。はい。続いてあと5個。あ、じゃあ店員さん。お茶取って。囚人服の店員さん。じゃあビール。ビール。ビール。はい。僕もビール。飲みたい人でしょ。あと4つ。雪景色。言わないと。はい、雪景色。いいこと言う。はい、あと3つです。焼肉屋。焼肉屋って反対からでも焼肉屋。あ、そうです。はい、あと2つ。仙台味と。仙台味と。そっか、仙台からありがとうございます。はい、あと1個ですよ。トワイライト。いちご製菓みたいなのやめてもらっていいかな。はい、揃いました。はい、ということで本日の初期金沢健太でした。ありがとうございました。さあタイトル決めますよ。はい、え待って、なんで絶対で略すのやめてよ。絶対くねくねになってんじゃん。無理。書かないとダメでしょ。え、指青くなるやん。ちょっと、はい、ではおさらいします。パンケーキ、新宿、超能力、森、絶対無敵カンパニー、ビール、雪景色、焼肉屋、仙台味と、トワイライト。いや、じゃあこの間はですね、前回はあの一緒にやってくれた、紹介してくれた浅見たけしに感謝を込めたんで、OK。 じゃあこの後に続くので、紹介、私が紹介したラスクエ、ラスクエラスクエ、ラスクエフォアザフューチャーとかにしようか。おお、うん、どこにも入ってない単語勝手に入れちゃったけど、うん、よし、では一人なんで多分サクッと終わるはず。え、こっち向いてたら私歌えないんだって。覚えてない。、はい、では行きましょうか。これ私マイク高さ合ってます。ウクレレを今年6月に始めまして、前回はここにハワイって書いてあって、後ろにメイドインチャイナって貼ってあるウクレレ、なんと4万8000円のマーチンのウクレレを買ってしまいました。お、仕事ください。ではラスクエフォーザフューチャーでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
間お披露目のライブをしたばっかりですが、パンケーキが似合うアイドルちゃんです。これからもどうぞよろしくお願いします。Last of the